2日目貴重な勝ち点だったと思います。試合振り返っていかがだったでしょうか。昨日がちょっとこう悪すぎたっていうのもありますし、まあ、昨日のゲーム見て今日どれぐらいできるかっていうところをやった中での、まあ、あの点が取れたっていうのは良かったんですけども、ただあのゲーム全体の流れであったりとかまだまだやっぱり甘いところがたくさんありますので、しっかりとまた分析して次につなげたいなと思います。はい、ありがとうございます。明日の試合意気込みをお願いいたします。それも本当、青森山田さんとサンフレッチェ広島さんという素晴らしいチームと試合ができるので、持てる力をすべて出してぶつかっていきたいなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。